こんにちは、こんばんは。夜の釣り好き夫婦、リルキー釣りチャンネルの旦那です。今日も妻と二人釣りを始めていきたいと思います。現在の天候は曇り時々雨、気温は17度で水温も17度となりまして、小雨混じりでやや風がある状況ですけど、数日前までは真夏のような日々が続いてましたし、海面の方は驚くほど穏やかなんで、今夜は謎めいた期待感を感じますね。今日の仕掛けですけど、中古をテーマで使い古しの仕掛けとコマセで攻めていこうと思うんですけど、妻だけは超過を外してほしくないんで、妻は神秘的なハヤブサ発光プランクトンの新品ハリナのハリス 1.5 号と6色発光の水中シューグライトを使って、旦那は夜でも釣れるハヤブサリアルアメビの中古ハリナのハリス2号と6色発光の水中シューグライトを使ってやっていきます。そして今回も沈むと色が変わる木で視認性を上げてやっていくのと、妻だけですけどハピソン UV 蓄光器をサビキ仕掛けに照射して、さらにカゴにつけた針にアサリのむき身をつけて、そのさらに丸木を浮き網団子をカゴの中に一粒入れて釣果を上げていこうと思います。天候があまり冴えないんで、夫婦ともに釣果を上げて早めに上がれるように全力でやっていきたいと思います。最後までご視聴いただけたら嬉しいです。それでは電球機なぎさびき始めていきます。ゴーゴー。ちゃんと運を掴んでる。いや、悪くないよ。ちぎょちゃんで運を掴んでる。ナイスちゃん。どうだ。すごいな。これ以上。
遅くなったらちょっと。サイズは19センチ。サイズは18センチでした。いいそうです。19.5。19センチ。6センチ。もう一匹はですね、20。
アジのお作りの完成です。20センチ弱のアジが10匹ですけど、夫婦2人で食べるにはちょうどいいボリュームですね。鮮度抜群のアジということで、濃厚でまろやかな旨みが凝縮されていて、口の中に広がる旨みはまさに絶品でしょうね。ということで今夜はレモンサワーを片手に至福のアジタイムを満喫したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。